メスゴライアストリバネアゲハは、節足動物門昆虫校長メアゲハ長科の長の一種。学名の由来は、旧約聖書の巨人ゴリアテからである。同じような名称付けの昆虫に、ゴライアスオーツハ花ムグリがいる。ニューギニアに生息する。アシュのオージープロウカスが、セラム島に住む。禁煙種のアレクサンドラトリバネアゲハと共に、世界最大の長として知られている。 羽の長さではアレクサンドラには負けるものの、羽の面積では上回っている。メスの羽は21センチメートルほどになるが、その羽の広さは、アレクサンドラトリバネアゲハよりも巨大な印象を与える。オスはエメラルドグリーンと黄色が混じった羽で、メスは黒と白が混じった地味な色彩である。オスはメスよりも小型だが、羽面積では同じく、 アレクサンドラトリバネアゲハノオスを上回る迫力がある。高く飛び、ハイビスカスの過密を吸う。幼虫は黒い体色に黄色が混じった白色が混じり、体長は12センチメートル以上にもなる。馬の鈴草かの植物を食べる。本種をはじめ、トリバネ蝶族の蝶はすべてワシントン条約で保護されている。かつては本種の生態は謎であり、また稀な蝶とされ、 生息地の森林破壊や密漁による悪影響を少なからず受けている。さらに、鳥羽鳥化特有の幼虫の餌をめぐって枝葉を切り落とす生存競争が減少に白車をかけていた。しかし、本種の生態が解明され、人工的に飼育が行われ、バタフライファームと呼ばれる蝶を育てる施設で、本種は個体数を増やしつつあるとまで言われる。そのため、数が 絶滅寸前にまで減少し、滅多に見られなくなったアレクサンドラトリバネアゲハに比べ、本種が世界最大の鳥として紹介を受けることも多くなり、見る人の目を楽しませる巨大鳥としても有名となった。それでも、生息地域の森林破壊は保護問題の根底にも関わるので、生息環境の保全が求められていることは言うまでもない。ありがとうございます。